ちゃお。あっちゃんです。今日10月の27日、あっちゃん家の晩ご飯の後のデザータイム、久々にね、プリンが食べたくなって買ってきて、大桑のね、昔ながらのプリン、牛乳と卵で作った昔ながらのプリン、兵庫県産赤穂の、なんだこれ、見えへんじ、赤穂の源の卵と北海道のミルクで作りましたと。で、原材料がね、卵と、牛乳と砂糖って書いてあるんでね、なんか良さげなんで買ってきました。食べましょう。色もね、なんか昔ながらのプリンって色で、いただきます。寒いね。ああ、懐かしいな、昔ながらのプリンやわ。美味しいね。美味しいな、これ。変な不自然な味ないからいいね。この前ね、ちょっと奥へちょっと寄った時に、見つけてん。あれかにって、お着替えサラダ、美味しいね。これ見つけて買ってんけどね。美味しかった。ごちそうさま。で、今日はね、寒いからね、今ね、カモミールティー入れた。もう出てるかな。あんまりね、ジャブジャブってするとね、雑味が出るからね、そーっとそーっと、フルフルってさげます。あー、美味しい。雪は癒されるね。美味しい。だね、こうやってね。今ね、あ、お風呂行ったの忘れとった。ヘイスリー。タイマー12分。タイマーを12分にセットしました。だいたい15、6分で入んねんけどね。ぐらいの、ということで、今日のあっちゃん家の晩ご飯の後のデザートタイム、プリンとカモミールティーでした。美味しかったです。ごちそうさま。ではまたね。バイバイ。